マーフィンさん、ルリさん、ボブさん、なんか全部ひらがなで書いちゃう。皆さんどうもです。ポリスです。今回は最強トリオ解説パート2ですね。前回見てない方は見てください。パート1が一番の強さなんで、それをみんな知った前提の動画解説になります。で、このパート2では終盤の立ち回りと連携をメインに解説していこうと思います。このトリオの真骨頂、一番の得意な場面はエンドゾーンやからね。そこを知っていればみんなはもう余裕のよっちゃんよと。はい、ということでどんどん解説していきましょう。まだの方は登録と高評価を押してくれると嬉しいです。それでは行ってみましょう。 Let's go。 では早速最初のエンドゾーン、1試合目はハイグラスタートですね。ハイグラってめちゃめちゃ強いんやけど、取るのが難しくて、ハイグラ取るのに特化したチーム、ブーガとかはかなり強引に取りに行ったりもするんやけど、そういうハイグラムーブを考えるわけではなく、他の試合はローグラなんで、このハイグラは成り行きかなと思います。取れたから取った感じ。で、ハイグラ注目してほしいのはキルの取り方ですね。意外とハイグラってキルが取れない時が多くて、建築量がえぐいからなかなか当てれるとこがないんよね。でもしっかりとキルは取っていきたい。トリオチャンピオンキャッシュカップはキルポイントが20までっていう制限があるんやけど、だからこそ20をしっかり狙っていかないと1位に追いつけなくなっちゃう。1試合に取れるポイントの最大値が決まってるってことはワンチャン挽回っていうのがないんよね。取れるところは取っていかないといけない。で、ここからはちょっとパート1のことを思い出しながら声に耳を傾けてほしいです。この鉄線とかってこの鉄線とか鉄線とか素材壊せない。ワンチャン後ろパス壊す壊したよ。あ、壊せない。バーサイクレートまでめっちゃ壊そうとしてる。サイファー当てられた。こっちくっつけてる。大丈夫、こっちくっつけてる。フィアリね、大丈夫。オッケー。33。あいつサイファー持ってるからね、頭気をつけて。僕チルチル寄りにしていい。あれルリルリを言ってくんない。僕 SP150 だから回復したいわ。俺も回復したい。ザワールド時を止まれ。はい、ここですごいことが2つ分かります。1つは前半のシーン、ルリさんは打ってほしいところをピン刺して言ってるんやけど、打ってはないよね、ルリさん自身が。でもマウフィンさんとボブさんはそれに反応して打ってる。これは進行を確実にするためのプレッシャーですね。ルリさんが打ってほしいって言ったところは2番目に高いし、アンチは相手寄りだったからハイグラを取りに来る可能性があったし、アサルトを打たれそう。だから先に打ってもらって相手の攻め手を封じながらルリさんは進行してるっていうアサルトですね。この攻め方深すぎる。さあ、ということで今のは深いところ。そして二つ目、この発言、体力200のメンバーがいるのに、体力150の人が攻めに行くんよね。これもまたパート1に引き続き、普通の人ではやってはいけないプレイ。俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。もちろんこれ、俺は体力150でも余裕ですよみたいなことをしてるわけではなくて、しっかりとした立ち回りなんですよね。体力200っていうのはもう円が閉じる手前のエンドゾーンでは特に貴重ですよね。回復はほとんど使ってるやろうし、デカポとかがあっても飲む暇があんまりない。下の体力も削られていく。かなり保つのが難しいんですよ。だからこそこういうまだ決着がつかない段階では体力150の人がキル取りに行って、できれば体力200にしたい。そして一番最後の1チーム対1チーム、2位か1位かっていうところ、その対面勝負で勝ってビクロイを取るための準備なんですよね。体力200を維持するということは。だからルリさんはラストに控えて保存して、マーフィンさんやボブさんはそのラストに最高の状態で臨めるように今準備しに行ったということですね。深い。時は動き出す。では次行きましょう。ここからはキルの取り方。さっき言ったようにこの大会は20キルを狙いたい。だからあと4キルいると。それをどうやって取っていくのか、細かいことやけど、打ってるところにピンを立てるとか、できるだけ圧をかけて上取らせないように資材をなくすとか、すごい渋いプレーかもしれんけど、丁寧さと徹底さがここでわかりますよね。このシーンでショックウェーブとフロッパーがあったんですけど、バンテージランチャーを持ったまんますぐに戻りましたね。まあこれもやっぱり合流を早くするためなのかなとは思います。
で、ここもピンを刺しながら打ってるっていうのも本当に何て言うんだろう、自分の状況説明をするのがすごい上手いよね。プレイですら実況してる難しいことかもしれんけど、すごい自分がやってることを味方に伝えやすいプレイングをしてますよね。それも口で伝えるんじゃなくてプレイで伝えてるから、分かる時に分かってくれればいいみたいな、相方にね。で、ここまで来てもやっぱりキル数がなかなか伸びずにあと4キル必要なんで、ボブさんとかもう降りちゃってますね。残り人数とか残りキル数とかをすごい計算してると思うんで、ちゃんとキルを取って20キルでビクロイ取るっていうイメージがあるんで、もうルリさんも降りちゃってますね。でもマーフィンさんはやっぱり誰か一人は生き残らないといけないんで、万が一に備えてね。だからハイグラでずっと合わせてますね。で、ここはまあもう圧倒的に相手を押し潰して20キルで、ボブさんも今ね、20キル取れたよみたいなこと言ってるんで、みんな計算しながらやってますね。では、2試合目行きましょう。ようやくやな。未だにこんぐらいしか進んでなくて、それを餅みたいに伸ばしまくってるからね。みんな頑張って飲み込んでほしい。2試合目からはポイント帯が高くなるんで、かなりハイレベルになります。ザ大会って感じのエンドゾーン。それを解説していく前に、必ずやっておきたいチーム戦の掟、それは役割分担です。トリオの場合は進行役、リフレッシュ、つまりキルを取って資材を確保する役、そしてカバー役、この3つに分かれます。このトリオの場合はルリさんが進行役、マーフィンさんがカバー役、ボブさんがリフレッシュ役として見てください。この動画はマーフィンさん視点なんで、カバー役視点ですね。カバー役っていうのは進行とリフレッシュ、まあ、つまりキル取りに行く役割の半分半分をする役なんで、個人的には一番難しい役割でも、マーフィンさんは完璧にこなしてた。マジで完璧やっぱうまい。そこも見てほしいんやけど、もう一つこのチームだけの性質があると思います。トリオは今言った3役を基本的には作る。トッププレイヤーはもちろん全部できるよ。でも連携を図るために優先順位をつけた方がやりやすいから、ある程度は決めるんよね。でもこのトリオは3人ともエンドゾーン型っていう、もっと総合的な力があると思います。なんかパラミシアとかゾーン系とかの世界に急にロギアとかいうチート能力が現れた的な感じにはなるんやけど俺が言いたいのは、全員エンドゾーンがめちゃめちゃうまい。ソロの終盤とかもめっちゃ好んでると思います。この中で言ったらボブさんが対面型っぽいけど、俺の感覚やとボブさんも結構立ち回りタイプ、特に終盤は立ち回り型、まあ異論は認めます。でも終盤は3人とも立ち回りが極まってると思う。だから誰が進行せなあかんとかじゃなくて、伸ばしたいから伸ばす、リフレッシュしたいからするっていう、ある意味自分勝手な行動がまかり通るんよね。なんでかっていうと、トリオ3人とも同じ感覚の伸ばし方、進み方とか、リフレッシュのやり方、タイミングとかが似てるんですよ。勝手に進行したとしても、まあそっちに行くよねってみんな分かってるみたいな、そんな感じ。3人ともめちゃめちゃ安定した終盤のうまさがあるから、結局は3人のうち誰がやってもそういう結果になるし、勝手に噛み合っちゃうよね。まああとはもちろん練習量、めっちゃ3人で練習してるっていうのもある、慣れてるっていうのもあるとは思います。今後いろんなシーンでそれが感じ取れると思うけど、例えばこことか、ルリナワ行こう、ルリナワ行こう、これ変えたいって、よく変えたいって、はいはい、ごめん、あ、ちゃい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 、俺来て、これ、とかね、後ろ後ろ、打てる打てる打てる、シュートシュート、クリスタルクリスタル、その目の前、僕上、僕上、上、上、いとくね、上いとく、1個だよ、1個だよ、1個だよ、サーチ1個、サーチ1個、100人以下、 OK? OK、 いや、サーチバーが耐える、耐える、耐える、全然、全然動いた、 OK、 33? こっちで、こっちで、いいよ、ナイス進行、ボブ、やば、落ちた、回復しよう、33以下、急にボブさんが進行し始めてるから、ええー、みたいないつの間にみたいな感じよな。ルリさんも褒めてるしね、マジでそういう次元なんですよ。いやーすごいね、ほんと。で、ここで終わったらダメ、何を得たいかよね。ここから得られることを作らないといけないから、俺らからしたらどういうことが得られるのか、チームの組み方ですね。正直相性はあると思うんやけど、しっかりきっちり進行、カバー、リフレッシュって分けるチームも全然いいと思う。俺らはそういう風にしっかりと分けて戦ってた。だけじゃなくて、初動が得意、中盤が得意、終盤が得意っていう得意分野が同じ人と組むとめちゃめちゃ強いかもしれへん。そうすると逆にどこかがチーム全体で苦手になるんかもしれんけど、その苦手分野は苦手で置いといたらいいんよ。そのチームの強みを生かして弱みを避ける立ち回り、戦い方を見つけちゃえばいいわけやからね。
例えばマオフィンさんたちのトリオで言えば中盤はなるべく避けてます。どの試合も終盤めちゃめちゃうまいからそこまで持っていきたいやん。でも物資をしっかりさせてないと終盤も持たへんから、初動は結構被るけどそれでも資材しっかり取れるし武器も強くできるダーティーを選んでめっちゃ練習してある。で初動を買って中盤避けて終盤やるみたいな、そういう一個の分野は消し飛ばせるんよね、逃がせる。だから得意分野で組むっていうのも結構ありなんかなって思いましたね。このマッチもやっぱり一人一人がエンドゾーンできちゃうから、一人になってからもめっちゃ粘れる。マジでそこが強いよな。この集合も本当に難しいよね。終盤の集合めちゃめちゃ難しいんやけど、一人一人終盤動けるから集まれちゃうっていう。で、ショックウェーブミスっちゃってはぐれたけど、ここからどうやって動いていくのか、ちょっと三人とものの声を聞いてほしいんで、俺も喋るけど、ゲーム音のボリューム上げますね。聞きづらかったら申し訳ない。あと、ポイントを見てほしい。今42ポイントね。マンフィンさん一人になった状態で42ポイントからポイントをどれぐらい稼げるのか。残りの人数10人なんやけどね。やっぱりトリオっていうのは最後は本当にマンフィンさんみたいに一人しか残ってないとかもあるから、意外と全然ポイント取れてない時もあるんですよね、ここまで来ても。この進行めちゃめちゃうまいよね。背面階段をうまく出せる人ほど建築がうまいって感じはしますね、今の環境。背面階段どれだけ、なんて言うんだろう、シンプルに出せるか。ここはもう緊張の一瞬ですよね。ここはもう単純にうまい。もううますぎです。終盤でこんな綺麗に編集もミスなく、エイムもミスなくってすごいよな。ただうまい、すごいって思うだけではなく、これの何がうまいのか、全部もちろんうまいんやけど、一番見てほしいのは打ち方ですね。フォートナイトの打ち合いの基本はキャラクターの右に打つレティクルがあるから、右に敵、左に建築が強いよね。左に建築が置いておくとキャラクターが隠れるから打たれにくい。その基礎をこの場面で忠実に出し切ってる。編集で作ってるんだよね、右打ち左建築の環境を。だからいろんな編集ができる場面でマウフィンさんは右四角を選んだんですよ。本当にいろんな編集がある中でそれを出せるっていうのはやばいよな。もう神がかってるよね。いや、神か。今持て余した神々の遊び。相手の位置を把握して、それからそこに対応した編集を開けて、相手から見たら右打ちの部分に建築が残ってるから打てないんですよね。敵からの反撃もケアしながらショットガンをヘッドに入れていく。まあ一見すごいってだけのプレイかもしれんけど、めちゃめちゃ繊細なプレイっていうのがわかるよね。なんか大胆さとか派手さはないんやけど、神だな。神々の遊び。そういう感じになっちゃいますね。まあこの最終盤でそれができるっていうのもえぐい。どこでもできるんだからそら安定感あるよね。でこれで負けちゃって2位なんだけど、ポイントは52ポイントになりました。つまりマウフィンさん1人になってから10ポイント稼いだんですよね。そんぐらいやっぱり終盤中の終盤でポイント一気に入っていくんで、エンドゾーンが上手い人たちが集まるとやっぱり1人になってもそこを取り切れるっていう強さが出ますよね。はい、いかがだったでしょうか。今回も濃かったね。フォートナイトの教科書やな。残り35分ぐらいプレイ動画残ってるんやけど、一体どうなるんでしょうか。次回2試合52ポイントやのに、まさかのキルムーブ。それでは皆さん、またね。